49,000円ってことは、あと1000でグラマスか。じゃあグラマスでマスターか。ようやく私の出番みたいね。レイピアマスター。天皇様とマッチングするためにランクマ潜ります。たまになんかマッチングするリスナーいるよな。頼むからエルフ強くしてくれ。てかロイヤル全然いい日やん。ロイヤル知恵の光、毎回アディショナル出るの。え、ロイヤル全然おらんやん。なんでこんなロイヤルおらへんの。あ、食パンパン200円じゃん。落ちます、お疲れ様でした。あれ食パンパン、え、炭酸落ちです。また会いましょう。あれでも今日挨拶してなかったよ。食パンパンさん、お疲れ様です。スパチャだけして帰って。ロイヤルシンドル、逆さ顔逆さ顔。レイサム、いや、リオードも、まあ、レイさんも、むずいな、これ。食パンパン、ありがとう。240円。パンパンさん、レオニダスのリメイク来る。パンパン、200円じゃありがとう。あ、いた？あれ？じゃ、見えてなかった。ごめん。うんこ出していく。リオード3枚。リオード3枚は古材な。サリサイのスパチャクサ。サリギアのスパチャは小高しいな。リオード3枚もいらんて。ただまあ2-3のオクトリス置いた方が軍配は強そうな気がするな。ここやめ、わら。なんか昨日もさ、なんかサリギアのスパチャ食パンパンしてたよな、確か。これみんな、あ、2-3、あ、これこんばんは。これありやな、全然。お久し。ブリブリブリ。偽りを切り裂くんだ。もちろんこれ、こっち進化使うやろ、もちろん。さすがに、3号にスリミないしな、あんまり。これは4号でしか殴りつつ。あ、これだいぶ軍配取ってんな。これ、リオード3枚出しもできるんじゃない？大谷翔平、久しぶりやん。グレアちゃん、グレアちゃんで取れへんっていうな。大谷翔平さん、わらわらぶりぶりぶりて、わら。ウィッチに勝ててるのはなかなか大きいんじゃないか。グレアのエンディオードをジャーして偽りを切り裂くんだ。母乳は草。あ、食パンパン200円じゃ落ちないよ。羽乳、羽乳、羽乳、羽乳。シャシャシャケした。大谷のアイコンセンスマジで草。帝王様こんちゃ。俺進化しようかな。パンパンさん詐欺は小坂さん。食パンパン200円じゃありがとう。いや、落ちひんか。まだでも10時半やもんな。そんな、すごい。こいつらやばすぎやろ。食パンパンありがとう。これ、えぐすぎひんか、これ。おっさんばっかりやん、これ。おっさん好きにはたまらへんな。あ、自分のことか。あ。潜伏3体はやばすぎ。ちゃんと読め。え、ちゃんと読んだで、食パンパン。え、なんか、え、落ちないようやろ、落ちないようなやつやろ。ミナちゃん、進化。あって草。おっさんいすぎやろ、しっこり。マイクとカメラなかったわ。気狂いそうなやつやな。ミナちゃん、うわー、でもえぐいな。えぐいけど。あー、でもこれ、リーサルがワンチャン次のターンあんのか、これ。3、4、5、5+7。あ、リーサルじゃねこれ。盤面でリーサルじゃねこれ、もうすでに。いただくよ。あ、カチカチ。いや、リーサルか、リーサルやな。ミートロイヤル草。リーサル。うんこー。すぐリーサル。カチ。カチや。はい。ちょ、笑い方やばい、笑い方やばい、笑い方やばい。ちょ、おっさん、おっさんばっかりやばいな、おっさんで押していったな、おっさんで。しかもこの2体おっさんな進化並ぶとかも結構珍しくない、これ。あと YUT 個人制リスナーさんとか4桁とかスパチャ期待しててくさ。ポロってポロって出ちゃったわ。ネメシスか。スパチャの錬金術師。1000はな、稼ぎたいけどな。1000って MP やで。1日 MP1000 は稼ぎたいけどな。本音がポロリ。あれ、あー、炎症が引いちゃった。
あーこれきついわ。炎章軍デッキに戻ってほしいよな。これ1枚しか入れてないから、炎章軍来るのほんまに嬉しくないよな全然。お、オクトリス、これは元よりするわけねえだろ。食パンパン1200円、するわけねえだろバーカ。さり際も美しく。食パンパン1200円、ありがとう。うわ1200円か、マジか。食パンパンさんお疲れ様です。ナイスパ。じゃあ明日いいもん。いやー消滅小高しいな。明日美味しいもん食べたいな。いや食パンパンありがとう1200円。これ進化はいらんかな、さすがにいらんな。金絡むと本末転倒。うわもうリーシェナはやばい。破産したらあかんよ。わら。リーシェナはやばい。ロイヤルじゃ無理なんかな。集めいか。操り人形。じゃあ強くない、なんか相手が使うときだけ何でも強い。やるじゃねえか。お呼びですかい。お呼びですかい。ロイヤル最強。おワルツ引いた。いやワルツ引くのは悪くないぞ。これ相打ちはまあちょっと致し方ないけど、いやワルツ引くんやったら話は変わってくんな。ステイオフライジャーロイヤルで頑張ってるの。わらわら。食パンパン。食パンパンツンデレやな。ツンデレ、でも自分ツンデレ結構好きなんよな。なんかそのあー白出てくる。リーシェナ戦でのワルツは重要。白出て、相手が使うと強い現象を帝王現象としようぜ。ここはワルツやろ、もちろん。悪いがこいつが画業なんでね。進化使うのもありやな。でも使っちゃおう。ここで散れ。もう黒出す暇も与えへんし、盤面でも押していく。ツンデレよりド M 女ナスコ。ゴブリンとクイブレどっち入れるか悩む。さあ7コス。炎章軍もな、ワンチャンこう噛み合わせていきたいけど、まあ黒置いた瞬間聖弾で一気に弾き飛ばしていくけどな。いくつもりだ言ってるけど。帝王はメンヘラな女の子が好きなんちゃう。スキンアルベールから顔なしに変わってるやん。なんで、いや、かっこいいやん。あ、キテレツのファンさん、おやすみ。うわ、強っ。ただ、聖弾持ってるから怖いもんはないな。相手でもレイさんも2枚目引くか。レイさんも引いて。よし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 。で、まあ、レイさんも張って。でタージ行って、もう進化使っちゃありやな。テレツのファンさんをツーファイト。帝王はヤンデレ女子が好きなやろ。父試し頑張って帰るのかを指を広げて。ジャンクウォーリアー、あー釣り人形。ちょ、古代進化知る。ジャンクで取っ、あ、あ、もう相打ち、相打ちが満面。これ炎章軍もワンチャン、まあでも黒絶対置くか。黒置いてきたらまあ炎章軍出せへんねんけど、ただ空いてるで上げたこのスタッツが絶妙にいい感じに処理、ま、いい感じやな、いい感じ、いい感じ。中丸シルア。さあ5コス、絶対黒はもう下がってると思うから多分出してくると思うよな。
でも進化権がなくなってるから、こう黒さえ消滅してしまえば、あえて勝ち寿司がないんじゃね説。うん、まあ黒は黒出すんやろ。でもなー、でもそのヤンデレ女子とかよりももっと好きなのいるよな。ダウンタウンの松本人で、あ、レイさんも引いちゃった。え、なんで黒出さへんのってか相手。もう絶対これいくよ。ダウンタウンの松本人でとか、あと浜田正和、その辺の芸人のが好きかな自分。ヤンデレ最強。黒を置いていく。虚数物体。ああやばい、それちょちょ、帝王コンチャ、うわ、小さ小ざかしいことしてくんな。帝王コンチャ、あれでも8910、5、あと5。あ、8910112か。小賢しすぎるやろ。ただ取らないとこれはしょうがないもんな。ん？取らないときついもんな。数物体マジで嫌い。何これ、4以上が3。うわ、小賢しすぎるやろそんな。正談初見です。ちょっと待って、これ、いや、これ負けたくないな、これちょっと。でもこれ絶対黒は取らないと負けちゃうから、これ確定やろ、絶対。確定。なんでこんなん入れてんの？悲しみを絶ってみせる。まあ、これも取るやろな。ここで打ち込む。虚数取るんや。虚数取った方がよかったんかな？ん？虚数消滅で次かけるしかないと思ったけど回復あるわ。邪魔いかな、やっぱ自分って。やっぱこう爪が。でもこれ炎症運次出したら3690リーサルが見えるんよな。でもいや回復小探し黒やめて、全部やめてな。ちょっとまあ、え、でもこれあれ、おお買ったんちゃうこれ。え、あ、違う、え、あ、あ、ドラゴンナイツ、うん、でも炎将軍もう行っちゃって、全部顔いったら勝ちじゃね、次のターン。帝王の陳謝ぶりながら窒息死したいです。うーわ、小賢しすぎるやろこんな。もう炎将軍は打点一番出るな多分。いざ出陣、衝動ゆけ。これでもドラゴンナイスリーサルじゃない剣について、あ、でも全部ないと思われるのか。あ、無理やわ。ん、これ何点システムやったっけ。きっしょ。ああ、そうしたんか。なんも、小ざかしすぎる剣について。なしよりやばいやつ始めてみたわ。負けた。きっし。もう、もう、煽ってきたしさ。ああ、また負けか。ああ、死んじゃった。全然勝てへんねんけど、まあ、どうしたもんかなこれ。せんな。